自分が考えるというよりはね、まあ、監督のやるサッカー、自分たちの今までやってきたベースっていうのをね、うまく組み合わせた中で、準備していかなきゃいけないのかなというふうにはまず思っていますし、そうですね、選手全員がやる方向、やらなきゃいけないことを、同じ方向を見てやるっていうのが非常に、まあ、本大会までの期間大事になってくると思うので、まあ、その辺ね、まあ、まず最初に、まあ、メンバー発表までっていうところの期間もあり、まあ、その後の準備期間もありということで、まあ、その辺の選手一人一人の意思疎通だったり、共通理解っていうのが深めていければ、少しずつ準備は、進んでいけるのかなっていうふうに思うので、まあ、まずはそこにね、照準を合わせていきたいかなというふうに思います。いや本当にあの国を背負って、ね、戦うっていうことを、まあ、アンダーの世代からずっとやってきて、やっぱり、自分の中ですごく特別な思いっていうのが、強い日の丸だというふうに思うし、まあ、実質やっぱりこうやって応援されて、まあ、日本で試合をしたり、アウェーに来ているサポーターの皆さんたちを見るたびに、やっぱり、まあ、自分たちが背負っている大きさ、ものの大きさっていうものを、ね、感じると思うし、まあ、ワールドカップという舞台でね、4年に一度やっぱり日本の国民の皆さんがねすごく期待しているっていう大会でもある中で、やっぱりそれをね、まあ、大きく背負ってるんだっていう気持ちをね持ちながらやっぱ向かわなきゃいけない大会だと思っているので、まあ、僕含め、まあ、今ここにねメンバーに入っている選手たちがやっぱり同じように、誇りとね責任を持って、日の丸を背負いたいと思っていると思うし、まあ、そういった気持ちの一人でやっぱり自分もやっているっていう風のあるので、まあ、すごく責任とね誇りを背負って戦ってるんだなっていう思いですね。